本日ご紹介するのは有機 M10 10インチのデジタルミラー、こちらのご紹介をいたします。こちらおすすめポイントがありますので、そちらをまずお話ししていきたいと思います。まずこちらは価格が1万円前半で買える非常にリーズナブルなデジタルミラーなんですが、それでいてなおかつ 4K 撮影ができるモデルになっています。さらに前後カメラにソニーのイメージセンサーが搭載されているというところ、それが1万円前半で買えるということで非常におすすめということでご紹介していきたいと思います。今こちらレアの画面になるんですけれども、フロントの収録動画が 4K になるということになっています。リアに関してはこのようにフリップしていただくと、こちらがリアの画面になるんですけれども、こちらは 2K フル HD の画面になっています。なかなか今リアのカメラも 4K 撮影ができるというドライブレコーダーというのは、今現状私もここ1年間最新のドライブレコーダーを扱ってきたんですがありません。なのでそういった意味からもすると、今の現状で言うと動画を撮影する上では解像度の高いモデルになっているというのが大きな特徴になっています。前後ソニーセンサーが搭載されているということで、何がいいのかということなんですが、見ていただくとこのように、私今暗い駐車場、薄暗い駐車場の中に今いて、そこで撮影しているんですが、かなり周りのこの風景見ていただくとわかるんですが、それに対して露出が効いた明るい画面になっているというのがお分かりいただけると思うんですが、まあ、こういったところで威力を発揮します。暗視機能とは少し違うんですが、こういった光がある程度あるところでしたら露出を効かせて鮮明に高精細に映像を映し出すことができるというのが、まあ、ソニーセンサーの特徴になります。で、今回この有機のドライブレコーダーはリアカメラにもソニーセンサーが搭載されていますので、まあこのようにこのドライブレコーダーはフリップでアングルが調整ができるようになっていますので、このような形で見ることができるんですが、周りの風景に対してリアに関してもかなり明るいことがお分かりいただけるのではないかと思います。前後の比較、このように見ていただくとお分かりいただけると思うんですが、特に暗いという感じもしないと思います。そういう意味では非常に鮮明にくっきりとモニタリングされていて、収録も行われていると。で、よくあるのがデジタルミラー買って、あ、これ良くなかったなって思うところのポイントというのが、明るすぎるだけで露出だけを効かせちゃっていて、暗いところになると画面が真っ白になるドライブレコーダーがあったりします。フロントカメラに関してはある程度お金がかかっているんでそうでもないんですが、リアのカメラが非常に使えないものが多かったりするわけなんですが、これはしっかりとリアのカメラに関してもそれなりのお金をかけて作られていると、さすがソニーセンサーというところで、前と後ろと比較をしてもそれほど大きな解像度の差というのは見えにくいかなと思います。まあ、こちら 4K でこちら 2K ですので、当然解像度の違いっていうのはあるわけなんですけれども、それがこのモニタリング上画面ではっきりと明確にわかるかというと、そういうレベルではないということで、非常に綺麗に映し出されているということがあると思います。こちら10インチのものになるので、以前紹介した有機の M11 というのがあるんですが、そちらは11インチのものになっています。
で、こちらは10インチということで、形状も台形形状になっていて、非常にコンパクトなものになっています。ただ、私もこれを使ってみて、少し気になったなというところに関しては、純正のミラーにはめると、少しこう浮いちゃう感じが気になるかなというのがあります。もう一つは、これは別体式のデジタルミラーではないので、ここにカメラがつくんですけれども、バイザーをこのような形で使うとき、このカメラの突起の部分というのが干渉してしまうというのがあります。そこが少し使い勝手という意味において気になるところかなという感じが今回私の中ではしたところになります。次に昼夜の解像度見ていきたいと思います。やはり安いだけでは当然ダメなわけなので、しっかりと機能性を持ったドライブレコーダーとしての機能性を持ったデジタルミラーであるのかどうかというところが非常に気になるかと思います。そこをご紹介していこうと思います。で、このような形で、まあ、左側がファイル名が出てくるわけなんですけれども、まず昼間の運転している時の解像度、動画をお見せしていきたいと思います。今、フロントの収録動画になるんですが、まあ、こちら、非常に鮮明にくっきりと高精細なんですが、少し気になることがあります。このナンバープレート、今、後ろ、西日が当たってるわけなんですが、少し白光りが気になるかなという気がします。まあ、そういう意味で、フロントの車のナンバープレートが少し読めないところがあるかなという気はするんですけれども、まあ、それ以外に関しては非常にくっきりと高精細に映っているのがお分かりいただけるのではないかなと思います。続いて後ろになります。もう一つ気になったのが、さっきフロントの画面お見せしたんですけど、パッと後ろにここ切り替えられるようになってるんですけれども、動画はまた探し直さなきゃいけないっていうのが少し使いにくいかなと。他メーカーのドライブレコーダーでは、しっかりとフロントに対してリアの動画がリンクしているので、いちいちフロントの動画見た後、リアの動画を見たいと言った時に、探さなくて済むというものもあります。そこ少し使い勝手として悪いかなっていうところがあるかなと思いました。で、後ろ見ていきたいと思います。まあ、このような形で、後ろに関しては西日、後ろから当たっているような状況になっているんですけれども、しっかりと対向車、今このように撮っていきましたけれども、ナンバープレートは読み取れるレベルになっていますので、まあフル HD であっても非常に高画質で高精細で、でソニーのイメージセンサー使っていますんで、そこはしっかりと映像が映し出されているのではないかなということがお分かりいただけるのではないかなと思います。で、こちらが夜の収録動画になるんですが、このように見ていただくと、白光りや黒粒が気になるところではあるんですが、前のナンバープレート、前の車のナンバープレート、左前にいる人のナンバープレート、まあ、光によって白光りが出てきて見えにくくなったりすることもあるんですが、そこはしっかりと見えやすくなっているんで、それもソニーのイメージセンサーが非常に効いている。で、なおかつ WDR 機能もついていますので、まあ、夜の収録において証拠画像としては十分なクオリティというものを持っていて、なおかつ 4K ということなので、画質としても非常に高く、クオリティの高い動画が収録できているのではないかと思います。続きまして、リアに行きます。で、このようにまた、ファイルが戻ってしまうので、また探し直さなきゃいけないというのがあります。そこが少し使いにくいかなっていうところです。続きまして、夜のリアカメラの収録動画になりますが、右に性能運輸のトラック、で左に軽自動車、今止まりましたが、フル HD でありながらも、しっかりとナンバープレートの確認もできますので、まあ、証拠画像としてももちろんなんですが、この画質を見る限りですと、フル HD を超えた鮮明な画質になっているというのが非常に驚くべきポイントなのではないかなと思います。
やはりソニーのイメージセンサーを使っている、なおかつ WDR 機能というものがしっかりと効いていて、高精細高画質な画像の収録ができているのではないかなと思いました。はい、ということで今回はこちらの有機の N10 10インチのデジタルミラーご紹介をさせていただきました。まあ私自身少し今までいろんなドライブレコーダーを使ってきたというのもありますんで、やはりそれらの相対比較をしていくと、まあさすがに少し、まあ価格相応のドライブレコーダーでは十分にあるとは思うんですけれども、まあこれよりもさらにパフォーマンスの高い M11 というドライブレコーダーあるんですが、まあそちらに関しては、やはり M10 に比べると自動の輝度調整、それから Wi-Fi も使えるということもあるんで、収録ファイルもすぐに見つけられるというメリットがあります。で、なおかつ11インチということなので、で、価格が3000円ぐらいしか変わらないということなので、まあ私はそちらの方が非常にお勧めできるかなとは思うんですけれども、純粋に高画質で高精細な収録ができて、基本性能がしっかりしているドラレコで十分という方においては、このモデルが非常にコスパが高いと思います。このドライブレコーダー個人的に使っていいなって思ったのはこちらです。駐車監視モードというものがあって、今常時電源、この MAX-E の常時電源非常に汎用性高くてこれを使っているんですけれど、このように、まあ、タイムラプスが使えるというのが非常にポイントとして高いなと私自身思いました。で、ドライブレコーダーによっては駐車モードしか使えないものがあったりするんですけど、タイムラプスですとずっと収録してくれてるので、ドライブレコーダーの暗視性能がそんなに高くなかったとしてもずっと動画を収録してくれてるというのがあるので、今タイムラプス、これリア側のカメラになるんですけれども収録しているんですが、こういった駐車場止めているところにおいて、まあ、ずっとタイムラプスなので3秒おきとか5秒おきとかで収録されるわけなんですけれども、このように動画を収録してくれていると今何が起きているのかっていうのがよくわかります。なので私は駐車監視モードよりもむしろタイムラプス機能がついてた方がすごく安心できるのでいいなと思うんですけれども、こういった使い方ができて、かつ後ろにもイメージセンサーがついているので後ろのカメラも非常に映りが明るいです。で、これ今20時28分なのでもう暗い状況の中での撮影になっているわけなんですけれども、思いのほか明るく収録できているのがわかりますので、こういった車の盗難等に使えるドライブレコーダーということで、1万円前半のドライブレコーダーでこういった機能がついているものって意外と少なかったりするので、ここが私自身は非常に気に入ったポイントになったということで、まあ、今回ご紹介をさせていただきました。ということで今回はこちらの有機の M10 10インチのデジタルミラーのご紹介をいたしました。興味のある方はこちらの商品概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。また当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っておりますので、ご視聴いただけますと幸いです。また最後になりますが、チャンネル登録高評価をいただけますと今後の動画の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。